今日の私もいい波乗ってんね、高原しぐれです。イエーイ。はい、ということで今度はですね、羅針盤さんで購入した1000円シリーズを開けていきたいと思います。てちりーん、これも中身全然わかんない。開けていきます。てちりーん、そい、開いた。さあ、あ、これもなんかいっぱいある、いっぱいある、3つかな。開けていきますね。まずはちょっと大きい四角い、なんだろう、スクエア缶バッジみたいなやつあります。せーの、おー、開いたんだ。おーおー、なんだっけ、なんかこれこのシリーズありますよね。なんか音楽雑誌みたいな感じで、コナンと安室さんは見かけたんですけど、すごい、トップソングマガジン、すげー、愛灰原、なんて書いてあるんだろう、英語が読めない。CD15 なんかアルバム的なやつですかね。ミュージック、うわ、全然英語読めなくなってる、びっくり。カントリーミュージック、クラシックミュージック、ダンスミュージック、ロック、パンク、ヒップホップ、ラップ、うわ、あ、レゲエだ最後。トップヒッツ、これね、これすごい面白いのが、安室さんがここギターって書いてあったのはわかるんですけど、これコナンなんだかな、ソングかなんか書いてあって、いや、お前音痴だろって思いながらずっと見てたんですけど、すごい、愛ちゃんかわいい、愛ちゃんもあったんだこれ、エイプリル2018。はい、ということで次いきますね。どっちにしようかな、こっちにしようかな、せーの、ほい。え、めっちゃかわいい、アイドルかよ。え、かわいい、かわいいし、あなたこれ何を持っているの。え、うわ、かわいい、え、かわいい、え、このかわいいアイドル誰ですかちょっと、え、かわいい、これ何持ってるんだろうね、こういうライトが出てくる、こう、かわいい、え、なんかシンデレラガールズとか、なんかアイマスとかにいたら絶対押す、 100% 押す、めっちゃかわいい、え、かわいい、アイドルじゃん、アイちゃんだけにあと一ついきます、せーの、これも缶バッジだ、せーの、あ、あ、かわいい、ウーパールーパーだ、これあれだ、サンシャインシティの水族館ゼロの挑戦者、チャレンジャーの時のグッズですね。ウーパールーパー乗ってるやつ。え、めっちゃかわいい、アイ&ウーパールーパーだって、あ、超絶かわいい、アイちゃんって爬虫類系苦手じゃなかったっけ、そんなことなかったっけ、違ったっけ、アイちゃんとか、え、ヘビの方が苦手なんだっけ、めっちゃかわいい、ずっと眺めてられる、かわいい、え、かわいい、どうしよう、何このかわいい、アイちゃんなくなりました。はい、ということで羅針盤さんの、1000円チャレンジ企画はい、3つともアイちゃんでした。めっちゃかわいいの、なんだこれ、何これ、ちょっとこの、うーわー、アイドルだね、やだ、アイちゃんいつからアイドルになったの、かわいい、いや、めっちゃ可愛い、信じられない可愛さ、びっくりする。はい、ということでご紹介しました、3つともあえちゃんですね。出店が2つだけは、真ん中だけちょっと分かんないんですけど、あえちゃんでした。わー、可愛いなあ、あえちゃん、そっか、アイドルだったのか、知らなかった、可愛い、高原でした。
後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。たからでした。